テロップ入れるか。よいしょ。ちょっと先に神戸前乗りナウです。今日は写真集のね、東京でのお渡し会でした。渋谷 HMV&BOOKS さんでね、司会させていただきました。そう、もう先に終わった後に移動してきました。で、さっき夜ご飯を食べてたんですけど、マネージャーさんと。そしたら、あ、10時に配信間に合わないと思って11時に変更したんですけど、今日本当に楽しかったです今日はね、焼き鳥食べました。焼き鳥を食べに行きました。こんばんは。皆さん今日たくさん来てくれてありがとう。今日はね、会場着いて本当にバタバタで、こんなこんなことあるってぐらい、こんなバタバタなことあるってぐらい、もう着いたら速攻サインじゃないわ、メイクに入って。そう、今日はね、写真集の撮影の時に担当してくださったヘアメイクさんと、あのフェイスメイク担当された方一緒なんですけど、そう、もう1時間で全部やり遂げましたあの顔と髪型のメイクをわーってしてもらって、でその後にわーって着替えてで、その後に写真集を、あのマネージャーさんとかスタッフさんに手伝ってもらいながら、ページめくるの手伝ってもらいながら、わーってサイン書いて、でその後に、あ、その前にパネルわーって一気に書いてそれを1時間でやり遂げましたもう絶対写真集のサイン守って書けた。それか入り時間絶対違った。1時間もう鬼畜の所業だよあれはいやでもそれをね、バタバタしてるのをね感じさせちゃよくないなと思って、だから最初ね13時からスタートだったんだけど、もうね5分前ぐらいまでめっちゃ焦ってて、汗が飛んでたけど、ちゃんと皆さんをね迎える時は余裕の笑みで迎えようと思って、今日はありがとうございますみたいな感じにしてたんだけど、もう心臓バクバクだった心臓バクバクでしたよ本当は、はい、今日はねお渡し会だったんですけど、
まあね、今日来れなかった方はショールームでね、予約したやつが届いたよとかね、あと、いろんな場所で買ったよとかね、そういう報告をしてくださってるので、まあ皆さんいろんなねところで私の写真集をゲットしてくれてるんだと思っております。今日のお渡し会ももちろん感謝感謝ですし、それ以外でもね、届いたよって、予約したものが届いたよって報告してくださって、ゲットしてくださった皆さんありがとうございます。本当にね、いやーもうなんかね、私まあそのバタバタしてたのもはバタバタしてたんだけど、でもなんかこれは最後のイベントだって思って、最後のイベントっていうか、最後のまあお仕事だみたいな感じだったから、すごいみんなの顔見てたらすごいうるうるしてきて、もうめっちゃ涙腺コルク涙腺コルクをね抑えながらキュッて止めながらね、ありがとうって皆さんとね、皆さんに対応したんです、応対対応したんですけども、そう、涙腺コルクをキュッって感じで、そうそうそう、全然分かんなかった、そうですよね、私はもう平成を装ってました。いや、そのね、うん、最後に近いなっていう寂しさもありつつ、あーやばい、もうバタバタして、もうこれもう心臓がはーってなってるのもね、全部抑えながら今日はって感じで皆さんには余裕の愛子を見せたつもりなんですけど、だから今から私は、うん、なんだろう、鍛えてて卒業公演の一曲目から泣かないように鍛えて。いや本当このあとね、明日兵庫県神戸三宮でお渡し会あったり、来週は広島でお渡し会があったりするで、その週では卒業公演があったりと。本当に、うん、なんか明日人気らしいですね。明日人気っぽい。渋谷が人多いのかと思ったら、明日人気っぽいです。明日の方面、地元だからかな。今日ね、私ね、自分でメイクしてないから
なんかめっちゃ不安で、でなんか撮ってもらった写真もめっちゃ写真写り悪くて、結構なんか今日違うとかって思ってたんですけど、大丈夫でした？本当にみんな優しいから大丈夫って言ってくれるよね私も自分の目を取り出して自分で見たいぐらい。本当ですか？いや、なんか最後まで私は自信がなくてみんな優しいからね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。明日はね、自分でメイクするからね。愛子寺流メイクです。明日はね、一応3部とも、あ、今日と同じ、あ、ギフトありがとう、同じ衣装なんだけど、でも順番変えようかな、あと髪型も変えようかなって思います。今日はね、最初に一部でジョル着て、デニムで黄色のスカート着て、下明日も衣装をアレンジしようかな、こんばんは。ギフトありがとう。ブレイライブさ、みんな当たるかな、大丈夫かな、なんか不安になってきた。今日大人の女性って感じだった。ありがとう。なんかみんなが思ったより来てくれようとしてなんかちょっと不安になってきたんだけど、でも大丈夫。コジマニアはね、みんな当たるよ。そうだよね、推し補正あるよね、推し登録してるよね。いや、コジマニアはみんな徳を積んできたから。
今日行ったよ、ありがとうありがとうありがとう、そう今日ね来てくれたよね、みんな、なんで笑ってんだろうね私大根さんタワーありがとう、ハートトントン、大根さんハッピーバースデー、テン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 、チャ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 、ヘイチャ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 、ヘイチャ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 、授業終わるベルが鳴ったら雰囲気をね目隠しして、うまいは鈴腕をつかん連れ去る体育館、バスケットボールゴールあたり上手そうに君は立たされ、何するのって聞かれたけど焦らして答えない、クラスメイトが集まって準備したのさこっそり、アイマスクを外していい、それが合図、みんな一緒に鳴らすクラカン Say to one Happy 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 Birthday、 ケーキのキャンドルをふふ一息でさあ吹き消せよ、君のためのパーティー始めよう、ハッピー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 バースデー、作戦は大成功、誕生日覚えてたのさ、君の頬に涙サプライズ、ハッピーバースデー、ハッピードンドン、てかさ卒業公演のさ卒業ブロック楽しみにしててお、この曲歌うんだって思うかも、超幸せです、イエーイ、ほぼほぼね決まりましたよ、ほぼほぼ大丈夫、あのね大丈夫、あの私死なないからね、大丈夫だよ本当に、なんか私が今から死んでいく人みたいな感じでみんな悲しんでくれるけどね、私はねあのこれからも生きていくので安心してください、そしてまあ X はやらないかもしんないけど、こっちが死ぬあの X やらないかも知らない、 X はやらないんですけどインスタはねやるんです、はい、そこで1ヶ月に1回ぐらいは生きてるよっていうので大丈夫です、はい
よっていうので、はい、そう生存確認してください。それで、あ、じゃあ分かった、週一週間生存確認。でもみんなどうせ飽きるでしょ、週間生存確認。多分私も飽きると思う、週間生存確認。週間愛子写真もアップ、写真もアップね。いやもうなんか、私って本当に可愛くないのでインスタに載せる自信がないんです、うん、そう、なんかね今まで思ってたんだけど、これねちょっとまたこじらせてるんですけど、なんかちょっと矛盾してるんですよ本当に。一貫して矛盾してて、一貫して矛盾してるんです写真集出すとかさ、 X に写真載せるとかさ、あんまり自分のこと可愛いって思ったことないかも。そこまでこれならいいかな、大丈夫なのかなとかって思いながら上げてるからさ、だからそのこれからもうそのインスタの使い方もね、うん、そんななんか自分ですわーみたいな、ないかもな。いや違うの、本当私美人でもなんでもないからさ、本当に底辺をゾロ引いてます。沼です沼の奥底でゾロゾロゾンビみたいです、本当にだからなんか不思議だよねみんなが褒めてくれるのありがとう。ありがとうございます。褒めても分かってもらえる、すいません、ありがとうございます。でも言葉はちゃんと受け取ってるので大丈夫です。あと、こんばんは、ありがとう。マイコジらしく頑張ってる。どうなんだろう、わかんない私どうなんですかね。
明日当日券ない。あ、そうなんだ。当日券ないんだ。本当にないの？ほんまにないんですか？くぁ、自己肯定感。いや、私はね、活動を通して一生得られなかった、一生得られないんだろう、得られないんだなって思ったものが自己肯定感というものです。でも不思議なんです、私を応援してくれるのが。ずっとやっぱり不思議です。5年経つのに。でもね、みんなのおかげで、みんなのおかげでね、今日卒業する人みたい、みんなのおかげで、みんなのおかげでっていうこと言い出したら、めっちゃ服が焼き鳥の匂い。そう、焼き鳥食べたいって言って、食べたいですって言って行きました。つくねとねぎまと皮食べたかな。あと何食べたっけ。美味しかったです。こっちでこっちに前乗りしてご飯食べました。焼き鳥だけだったかな。いや、でも他におでんとかもありました。よかったです。お酒は飲みません。明日イベントがあるから。明日は慌てなくて良さそう、うん、本当に明日の方がちょっと余裕ある。なんか私のスタッフさんが小島ニアのことすごく褒めてた。素敵な方が多いってすごい褒めてた、小島ニアのこと。なんか私を応援してくださってる方はなんかやっぱメンバーによってその
カラーがあるっていうか、やっぱなんていうんだろう、やっぱちょっと違うらしくって、メンバーによってそのどんなファンの方がいるのかっていうのちょっとずつちょっとずつ違ってくるらしくって、でなんか愛子地推しの、なんか私本当によく言われるんですよ、愛子地推しの方って本当なんかみんな穏やかでなんか優しいっていうか本当に素敵、まあそれをね、あのまとめて素敵って言ってるんだけど、素敵だよね、素敵な人が多いよねって言って、うん、本当にダンディーですよ皆さん、自信持ってください、ダンディーですマジでまあ確かに落ち着いた方が多いかもしれないね、でもさ、なんか思うんだけどさ、私推しの人ってさ、みんなかっこよくない？え、みんななんかさ顔がいいよ、本当に本当にかっこいいんだよね、ダンディーだよで、多分その私がさ、結構さ地味にさ、教育してるからさ、教育してるからちゃんとそのなんていうのかな変な行動も取らないんですよそう、私の教育が行き渡ってるからさ、なんか私がさ、もうそれ以上言ったら、まあ、マジでブロックするよとかさ、あの言ってるからさ、なんか変な行動取らないからそう、マジで許さないよ、節度をそうわきまえろみたいな感じでさ、結構さ教育してるからさ、マジで本当に私の教育が行き届いてて、しかもみんなかっこいいから、本当にみんないい男に育ったよね、本当に。私マジで小島ニアのこといい男に育てたと思いますいや本当にみんなのことイケてるメンズに育て上げられました。ありがとうございます、本当に。いやでも物静かにならなくていいよ、全然。うん、好きなように生きてください。私も好きなように生きます。好き
きに生きてる？すでに？じゃあよかった。わけなんて何もない生まれた瞬間稲妻に歌えたの思い出怒った猫。威嚇チワワ。威嚇チワワです。カニ。ひぃ。これ全然してくれる人いなかった。カニ学。もうカニ学2人ぐらいしか頼まれなかった。ってやったのに。まあそれは可愛く撮れないからいいけど。ポーズ指定していいよ。あと小島三角形もね3人ぐらいだったかも。しかもなんか小島三角形さあのあれがある仕切りがあるからさこうなってさ小島大三角形じゃなくて小島ひし形になっちゃう人が何人かいて小島三角形はもともとお金健康愛情なんですけど小島ひし形は人間関係あ人まあ人間関係か人お金愛情なんだっけお金健康お金健康愛情人間関係ひし形の場合こうなるんですよ。でも小島三角形はお金愛健康なんです。はい。マジでこの小島三角形大事にしてください皆さん。たまに小島ひし形
小島ダイヤを大切にしてください。でもまずは小島三角形を大切にしてください。皆さん自身の健康ね、そしてお金っていうのは働くことですね。働くこと、働いてしっかりお金を稼ぐっていうことで、愛情、愛はやっぱり人からもらうのも人に与えるのも大事にしてください。でもこのバランスがしっかり取れてないと、お金は、健康が損なわれたらお金は稼げないし、愛情が損なったらお金だけに執着しちゃうし、ね、お金に執着しなかったらいろいろとだらしなくなっちゃうし、ということでこのバランスをねしっかりと保って、愛、お金、健康大切にしてください。バランス、小島三角形です。でここに小島ダイヤっていうものがあるとですねセミナーです。小島ダイヤっていうのは、まあ、ここに人間関係が加わるんですけど、でね、人間関係っていうのはねとっても複雑なものなんですよ。だからここのバランス、三角形をしっかりと保った上で人間関係構築やっとできるので、自分自身のねこのバランスがしっかりと保ってたら、ここにね、良好な人間関係が保てますので、だからまずは自分の健康、それから自分を愛すること、そして人に愛す、人のこともね感謝し愛すること自分が生きてること、自分の存在を愛すること、そしてお仕事をしてしっかりと働くよ働いてお金を稼いで充実感を得ること、これがね大事です。はい、別にこれはねセミナーでもなくて、皆様からお布施をもらおうともしてません。はい、でもこれはいつも掲げていてください。小島小三角形でもいいよ、大三角形でもいいし、小三角形、小島三角形、私がいつかさ、なんかさ三角形のマークでさセミナーとか開いてさあれ、なんかこの三角形見覚えがある、愛、お金、健康ってなんか見覚えがある、これはみたいな感じでさ、私いつの間にかこうやってセミナー開いてるかもしれないです。
ロゴ、街中になんかロゴがこうやって三角形があって、ここにさ丸がさそれぞれあってさ、愛、お金、健康だって。なんかこれ見覚えある。そしたらさ小さくさ、あの横にさ四角い私の写真があって、セミナー開いてるかもしれません。そうだ、私小島ボクシングジムはねもうね、はい、廃業してたんですよ本当に。忘れてた、小島ボクシングジムはね経営が難しくて、そうあったんです、小島ボクシングジムっていうのが。なんかそれは私が七並べ七並べ頑張ろうよみたいな時に、あいこ、あいこじパンチだったっけ、あいこじパンチだったっけ、あいこじパンチって言って、なんかとにかくめっちゃあの出会ったらとにかくみんなにパンチしていくみたいな、すごい攻撃的なあの七並べの遊び方してたんです。全部これ出会ったらあいこじパン、あいこじパンチ、あいこじパンチみたいな感じで、それのことを小島ボクシングジムって言ってたんですよ。それで七並べやろうよみたいな、そうやたらパンチのスタンプを知ってました。アイコジパンチルームステイはコジコジ団だったっけ、コジコジ団ってなんか違うやつもあったよね、あれなんだっけ。ドゥームステイは提供魂ですね。待って、なんか私マジで頭おかしいじゃん、ずっと結構ずっとさ頭おかしいこと言ってるね。あ、コジコジ団はドライブか、提供魂はドゥームステイです。提供魂はドゥームステイで、小島ボクシングジムは七並べ、こじこじ団はドライグ、キャサリンにはなりません、もうならない。みかん座キャッチもしましたね私、あの小島美術館もしました。小島美術館もしました。
しかしよらなんか中国人もしたまず涙出てくる、おもろい。うん、愛こじ研究室もやりましたね。おもろい。朝ドラもやりました。今田剛さんもいましたね。私って結構変わってますね。いやー本当にバカげてる、ちょっとバカげてる。あーおもろい、ちょっとバカげてるわ。結構バカげてることするんですよね。トウがやってる、クーがやってる。でもさ、なんか私全然見た目でそういう風に見られないじゃないですか。だから結構得してるなって思います、本当に。全然そういう風に見られないから、得してますね。得なのか損なのか、得でしょ。こんばんは。もう眠くなってきた。お風呂浸かろう今日。トーがやってる、クーがやってる。四角か五角か。ポストカードコンプしました。おお、ありがとうございます。女優に向いてる？どうしよう、どうする。私がいきなりさ、日曜劇場でさ女優デビューあれみたいな。またそれもさ、あの事務所三角形、事務所三角形のとこからさ、三角形カンパニー所属の小島愛子ですで
この度日曜劇場日曜劇場の、タイトル何にしようかな。日曜劇場もうすぐで満月に出演させていただくことになりました小島愛子です、本当に私はですね、あの三角形カンパニーとあの一心一体で、あの女優として一からやっていきたいと思って、いろんなお稽古を積み重ねてきて、はい、こうして、もうすぐ満月に出演させていただくことになりましたそしたらもう皆さん迎え入れてくださいね。皆さんもうすぐで満月見てください。心に三角形を。小島愛子でした。三角だったりややこしい確かに確かにもうすぐで満月丸になる、うん、なる時もあるし、ね、三角だったり忙しいですね。形にとらわれる。今夜21時スタート。もうすぐで満月、ぜひ皆さん私はあの木星役で出演させていただいております。月を見守る月を見守る木あかりという名前で、木あかりという役で出演させていただきます。夜の月ちゃんを見守る、友達として出演させていただきます。やばい時間だ。男女読むね。13位、あんちゃん。12位、白ふくろうさん。11位、けんけんさん。10位、エルロロさん。9位、サーポンさん。9位、くじますさん。7位、マグさん。6位、しんごさん。5位、ウリンちゃん。4位、カタカヨンタカさん。3位、おてもちゃん。2位、ガントチャートさん。1位は大根さん。ありがとうございました。心に三角形を。そしてひし形に。小島大三角形。
日よろしく。バイバーイ。